ジェーン・アダムズは、アメリカ合衆国の社会事業家、平和運動家、女性運動家であり、ソーシャルワークの先駆者である。1931年のノーベル平和賞を受賞した。20世紀初頭のハルハウス入りの異周、シダービルに生まれる。ロックフォード大学で学び、1881年に、主席で卒業した。しかし、同年8月には父親であり、資本家、 政治家、ジョン・アダムズが死亡し、さらに自身は、脊髄の手術のために、フィラデルフィアの女子医科大学での勉学を中断した。不妊の体と宣告された後の1883年から2年間、半ば神経症のような状態で、モラトリアムとしてヨーロッパを誘学。スペインのマドリードで見た、闘牛見物を機に、生き方を方向転換し、ロンドンに向かい、そこで、 セツルメント運動の先駆であるトインビーホールを実地見学してそこで学友でもあり親友でもあったエレン・ゲイツ・スターと共同でアメリカ合衆国でセツルメント解説を構想し当時の貧しい人たちが居住していたシカゴのスラム街であったサウスホルステッド通り800番地の邸宅の空き家に当時世界最大規模の春ハ,ハウスが建てられたこれは近在の貧困者のための いわゆる地域福祉のセンターであり、また地域の社会改善事業のセンターとして機能するためのものであった。もともとは1856年に建てられた裕福な実業家の邸宅であったが30年経過した当時となってはシカゴで最も不潔で荒廃した地域になっており、極品の工場や長屋に囲まれていた。そして1889年9月18日に彼女は 友人のスターの仲間とここにセツルメントを開設し、ハルハウスと名付けた。その後、多くの有能な女性たちも、この活動に参加して、市民運動のような形になった。ハルハウスには1900年に、後に、早稲田大学学長となった、塩沢まさが1年間滞在した。1911年アメリカセツルメント、リンポ事業センター連盟の創設に貢献し、 その会長に就任。女性の救援や平和主義の運動でも強力なリーダーシップを発揮。1931年には教育学者のニコラス・バトラーと共にノーベル平和賞を受賞した。ハルハウスは週に2000人もの人を世話し、成人のための夜間学校、幼稚園、少年少女のためのクラブ活動、事前食堂、画廊、喫茶部門、体育館、 女の子たちの手芸、調理クラブ、プール、製本所、音楽教室、図書館、そして様々な関係部門を備えた大規模な活動であった。1923年には来日して、香川豊彦ら多くの社会事業からと交流している。ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。 ニューヨーク国連プラザには、ジェーン・アダムズ平和委員会という NPO 組織がある。毎年、子供たちのための平和に役立つ本を選択し、ジェーン・アダムズ平和ブック賞として、作家を表彰している。受賞式の会場は、ニューヨーク国連本部である。2007年度の受賞本には、第二次世界大戦中に、アメリカ合衆国内で、日系人収容所の生活を題材にした。 絵本、砂漠に咲いたひまわりが受賞している。2008年1月、ジェイ・エアダムズ平和ブック賞受賞作品が初めて、日本の子供たちに寄贈されている。日本の代表校として、作品は、大阪・船屋川市立神田小学校に寄贈された。なし P24, 塩沢正帝は世田人名データベース、木原勝信、ジェイ・アダムスと、 日本専攻研究の検討と来日の足跡をめぐって社会事業史研究第21号ピアニッシモ35から59万1993の論文に詳細の記述あり、ありがとうございます。